はいどうも、タンタン札幌店です。今日はティキティキウクレレですね。久しぶりにいろいろと入荷しております。今回はこちらエコシリーズですね。エコ S というソプラノサイズのエコシリーズ、これも久しぶりに入ってきましたが、コアはねいくつかあったんですけれども、今回こちらマホガニーボディのエコシリーズ入ってまいりました。トップバックともにね、この一枚板ですね。これねアフリカンマホガニーなんですけれども、両方とも一枚板のアフリカンマホガニーを使った一本でございます。音色はねこのシリーズも間違いなく非常に響きもいいですし、音量もあるし、かなり扱いやすい一本に仕上がってるこのエコシリーズね。でもちろんこのエコっていう名前の通り、こう材料がねどうしても、こう半端が出たりとか、ちょっとした節があったりとか、いろんなことでねちょっと工場の方で弾かれてるような材料をうまく再利用というか利用して作られてるシリーズで、非常に価格もね抑えられてるっていうところも非常に嬉しいところかなと。あとはあのティキティキのウクレレっていうと、あの12フレットジョイントでこういわゆるヴィンテージスタイルのね、形っていうのが、皆さん思い浮かぶのかなと思うんですけども、こちらに関してはこのエコシリーズですね、14フレットジョイントになってるっていう点とか、あとサドルですね、これもヴィンテージシリーズだとすごく細いサドルなので、サドル下のピックアップとかつけづらい、ところがあるんですけれども、そういったピックアップの搭載も可能であったりと、14フレットジョイントでハイポジションの方も使いやすかったりとか、そういったところ、ここから先のね展開も考えられる、そんな一本じゃないかなと思います、はい。でね、ペグはもちろん UPT がついておりますので、演奏性なんかには全く、問題なく、使っていけるんじゃないかなといった機種ですね、はい。ということでこちら、ティキティキウクレレからですね、エコシリーズエコ S ソプラノサイズですねのアフリカンマホガニーです。今回アフマホを使った、しかもバックトップともにこれ1枚ですね、はい、1枚板のアフリカンマホガニーを使った1本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。